はい、どうもみさんこんにちは、太陽の歌です。今日も妖怪ウォッチ3寿司バージョン前回の続きからやっていきたいなと思います。まあ前回からですね、このニューヨーマシティのキークエストの方、まあ順番にね、まあ進めていっているわけなんですけども、まあ残り3つですね。まあこちらのね、3つのキークエストをクリアして、まあね、うん、どんどんねメインストーリー進めていこうかなと思います。まあ、メインストーリーもね、もうだいぶ終盤に来てると思うんですよね。もう第8章、9章とかもね、もうだいぶね、もう最後の方なんじゃないでしょうか。てなわけで、一応ね、左側のなんかね、あの、大きいね、あの、人玉マーク。まあ、あれね、多分ボス業界のマークだと思うんで、ちょっとあっちに行ってみようかななんて思います。こいつあれじゃん、モンモン。モンモン懐かしいね。あれだね、セーラーじゃなくて、なんだっけ、セラピアーズの時以来ですね。まずい。くっ、このビッグボス、いくら攻撃してもまるで手応えがない。だよねいや素直すぎるだろ、さすがに素直だけにね。やはり私たちだけで倒すのは無理。諦めるな、バスターズの心得を忘れたのか。ボディ隊長、あ、この妖怪って確か青葉原で戦った、やるだに感じる勇気はあの時の倍以上だ。倍以上、マジかよ。よし、いやでもね、あの時強かったんですよね。太陽の歌ありがとう、おかげでガッツが湧いてきたぜ。世界は友達、全部守るぜ。行くぜみんな。いやー来ましたね。いやーこいつもね、なんかね、確かね、なんだっけ、なんか電車の妄想とかした時にちゃんと消さないとね、危ないんですよね。いただきましょう。まずは様子見で、ちょっとブラスターを使ってね、まあ、積極的にいきましょう。豪傑、ショットガンもね、まあまあ当てやすい部類だと思いますのでね。おい、よし、オッケー。いや、いい感じ。うわ、回復した。ダブルおさわり。いや、でもまだいけるな。これはね、確実にね、消していきましょう。この妄想を消さないとね、あの回復したりとか攻撃したりするからね。ん、やばい、これやばいよ。ん、ここはずらしていって、お花畑の妄想。危ない危ない危ない。いいもの食う、ま、お、いいね。よし、コマさん取ってみよう。オーケーオーケー、ダブルおさわり。あ、でも結構いけそうだね、こいつは。
危ない危ない。いいよいいよ、いい感じいい感じ。いや危ない危ない。オーケー、いいねいいね。ガッツ、よし倒したぜ。よくやった、よくやったぞお前ら。それでこそバスターズだ。ちょっとちょっと、安心するのはまだ早いんじゃないかしら。モン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 、逃げるが勝ちみよーん。逃げるんかーい。あ、逃げちゃいましたよ。ゴーゴーゴー、やつを追いかけるんだお前ら。ゴー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 。だよね、さすがにちょっと弱すぎたもんね。これ一旦回復をしたいけど、まあいっか。え？いや普通に見つかるんだけど。ちょっと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 、もう追いついてきたのの？追い詰めたぞ、ビッグボス。いけます。お逃げることは無理だよね。いやこいつなかなか平和的ですね。絶対に勝つんだ。お前ら気合を入れろ。今度こそ決着をつけるんだ。ボス、え、マジかよ。もう一回？これが本来の力？ちょっと怖いな。いやでもそうでもないな。豪傑、うん、 OK、まあまあ減らしましたね。うん、そこまで食らわないね。うん、列車を確実に壊しとこう。オーケー。危ない危ない。お花畑の妄想。頑張ってやー。お、いいね。で、ブラスター取って。いいね、いいね。いいよ。よしよし、いい感じいい感じ。
こすってこすって。よし、妄想破壊。よしよし、オッケー。即発動した。オーケー。いや、いけるっしょこれ。いけいけいけ。え、ニャーガ、ニャーケビ全ステータスアップ。マジで。あ、ちょっと強くなってる。確かに。いや、でもいけるっしょこれ。いけ、よっしゃ。オーケー。いや、めちゃくちゃレベル上がる。よーし、よーし、今度こそ完全決着ですよね。やったね、冬にゃん。太陽の歌、サーモン、みんなのおかげだ。ありがとう。よくやったぞ、お前ら。ビクトリアン。オーケー、共闘バスターズチーム。ウィッスー。うん、いいねいいね。ルーレットボーナス。チーズケーキ、なるほど。なんかあるね。ダンシングスター。うん、はい。てなわけでですね、今回はですね、まあ1個、まあ、クエストをクリアしたということで、まあ、キリがいいので一旦この辺でね、区切っておきたいなと思います。まあ次回はですね、残り2つのクエスト、順々にね、クリアしていきたいなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左下の方にチャンネル登録はこちらというバナーの方があると思いますので、そちらの方をクリックしていただけたら大変嬉しいです。それではまたねー。